ところが、蓮舫さん、ちょっと3番いきましょうか。本来、強いところばっかりに行けばいいところを大島に、行った、ここでですね、東京選出の議員を20年やってきたが、当初にはほぼ訪問していない、今回、小池さんのパクリで離島訪問、蓮舫さんですね、急に行っても人脈はなく、人が集まらない、やることなくアイスを食べ、ついには、辻元との友情確認になる意味不明な投稿をし、失敗に終わるということです。まあ、実は私も大島にちょっと小さな塊をいただいていて、やっぱ大島っていうのはね、本当に自民党で、ただ、まあ、松原仁さんも昔、今もそうなのかな、選挙区なんで、まあ、結構保守的なね、やっぱりところなんですけど、まあ、ようここに行ったなと、労働組合もないのに、まあ、組合はそもそもさっき、三枝さんの、コメントにもあったように、蓮舫さんをやってないので、これは副団長、リツイートしてるんで、ちょっとこういう、コメントいただけますか。はい、確かに東部、伊豆小笠原はですね、自民党さんの強い、非常に強い地域です。で、ただ、ここも実はちゃんと公務員もいるし、いろんなその、労組も実はあるんですよ。だから、非常に保守が強い地盤だけれども、明確に左の旗を掲げている方々もいらっしゃって、ここは本当にね、地方っていうふうに言える、一軒一軒、ここは何党を支持してる、ここは何党を支持してる、明確に分かる。票数の、東京都内で珍しくね、票数の分かる選挙区ですね。うん、で、左の人は左の人で、僕も立憲じゃない、民主党で都議やって、その都議の時に今、大島とか小笠原とかも視察行ってるんで、当時の民主党の支持者っていう人は、本当にガチで支持者で、だったんですよ。で、そこも、でも、団長もご存じの通り、民社系の人と、社民系っていうか、その、総評系の人と、やっぱりね、分かれるんですけれども、まあ、そういうところにでも、連合の支援なく、まあ、蓮舫さんが行ってですね、いや本当に支持者、ガチの支持者はきっとほとんどいないだろうなというふうに、まあ、思う。さっきの写真を見ても、いるのはメディアだけ、そして島民の聞いてる人の姿は全くないっていう写真、あれがもう露骨にね、明確に分かると思いますね。三枝さん、いかがでしょう。まあ、だからあれを見ると、やっぱり動員がない、まあ、動員をなかなかできない、ところですからね、あれを見ると、あ、ガチでやるとこんな感じなのねっていうのがちょっと分かってしまう絵ですね、この写真は。なんで大島行ったんですかね。小池さんで対抗意識なんですかね。分かんないけど。朝鮮戦はね、今日ね、なんか石丸さんは、世田谷をぐるぐる回ってたらしいですけど、世田谷なんていうのもやっぱり、立憲民主党も共産党も強いとこですよね。うん、まあ、そこは票がいけたと思ったから、まあ、気まぐれでやっぱり小池さん真似していったんですかね。陣営に聞いてみないとね、分かりませんけど、はい、さあ、ちょっと今度は公金中中じゃないんですけども、渋谷区長がなんかいろいろ私物化をしてるっていう、そういうご指摘なんですが、9番、これ、三枝さんのツイートなので、解説とコメント合わせてお願いできますか。解説とコメントですか。いや、これは、はい、まあ、書いてますけどね、僕、高校の後輩なんですよね、この方ね。それで、まあ、厚生学園高校なんですけど、今度、同窓会があるんでね、あんまり本当、学校の悪口言うと。ちょっとね、先生たちに会わなきゃいけないから、ちょっとなんだなと思ったんですけど、ちょっとこの方ね、やっぱ最初からやっぱり LGBT とか非常に、まあ、いわゆる、まあ、そっち、まあ、そっち系っていうか、まあ、なんか電通出身の方みたいですけどね。なんかやっぱりこう、例の日本財団のなんていうんですか、変わるトイレみたいなのあったじゃないですか、こうバーッとこうスモークがかかったり、あ、あれも、その後の運用は渋谷区がやるらしいんですよね。で、これが、もともと実はこれ、武蔵野とかでも1億円トイレっていうのがあってですね、まあ一度取り上げたことあったかもしれませんけれども、なんかね、こう、トイレで1億円みたいなのが、これが1個じゃなくて、こう、どんどんこう渋谷ではこう、
こんな感じのね、整備事業をやっていて、非常にこの方は、いろいろやりたがりで、やるのはいいんだけれども、ちょっとこの人ね、その熊健吾さんが手掛けたトイレとか、これ、まあ、こういうの全部必要なんですかっていうのも。これなんかね、ごめんなさい。うん、ヨーロッパからね、なんかツアーが来るらしいですね。なんかテレビで見たことがある。まあ、それがね、ワンシーズン、まあ、100人ぐらいらしいんですけどね。まあ、それが、こんだけ予算投じてね、まあ、ペイするかどうかっていう、話もあるんですけどもね。ごめんなさい。うん、どうぞ続けてください。いやいや、まあ、これでね、まあ、この事業にしてもちょっと100億円というかなり大きな事業をやってみたりとかですね。で、これ見てるとやっぱり、あ、LGBT とか多様性っていうのが、一種のこう、まあ、利権というかですね、公共事業、大型公共事業をやることのエクスキューズに使われ始めてるんだなっていう、そこの象徴的な区が僕はちょっと渋谷区なんじゃないのかなって思っててですね。で、まあそっから後にまたなんか学校の悪口ちょろちょろと書いてますけど、まあそれはまあちょっとみんな、まあまあ、つぶやきなんだね、ただの。まあちょっと、捨ておいていただければと思いますけれども、まあそんな感じなんですね。お隣の中野区からどうですか、副団長。まあこの人は、まあ、確か23区で、まあ、一番最初に近いのかな、同性パートナーシップ、そうですね、はい、っていうのを、まあ、やった、人、で、うん、まあ、なんていうかな、石丸さんをよりソフトにして、うまく好感度を上げて、うまく選挙を勝ちましたみたいな人ですかね。うんうん、なるほどね。で、まじ真ん中ちょい左みたいなスタンスで、で、なんだろう、ゴミ拾いプロジェクトとかね、そういうのも一生懸命やって、若者のこう、まあ、支持とか人気とか集めたり、まあ、ある意味、その、リーダーシップみたいなものを、まあ、発揮、するところが、まあ、良かったんでしょうけれども、まあ、先ほどから申し上げている、しっかりした根底の国家観というものが、ない人なので、まあ、いろんなところで、こういうふうになっちゃうと。で、この、日本財団がやってる、その、トイレの、美しいトイレね、のプロジェクトも、発想はもともとあるわけですよ。日本のトイレって世界でも一番綺麗なんですね。うん、そうですね。G7 の中でも一番綺麗で、なんで日本人はこんなに、トイレを綺麗にするのって、もう外国人は驚くような。うんうん、でも、その、神様がいるからですよ。で、その綺麗なトイレっていうのは、本当に、よその国から見たら、トイレまで、ここまで綺麗な国だから、いろんな道にもゴミは落ちないし、何もしないし、いろんな、まあ、社会全体の、まあ、居心地の良さみたいなものの、まあ、連関の中で、この美しいトイレ、使いやすいトイレっていうのはあるんだなっていうことが、まあ、目に見えて多分、まあ、わかるので、まあ、いろんな国の人がね、日本のトイレ見に、確かに来られるんだと思う。で、そのトイレを非常に、新しいデザインとか切り口とか、いろんなデザイナーさんに、やってもらってですね、いろんな発想でいい部分もあるんだけれども、これになぜかやっぱり LGBT がどうしてもね、入ってきちゃって、で、結局、まあ、一時期問題になりましたけど、女子トイレをやめて全部多目的トイレにしちゃったんで、逆に女子の人が入れるところがなくなっちゃうよみたいな問題が起きたりですね。という、まあ、いろんな、いいことやろうとして、いいことばっかりじゃなくて変なこともいっぱい起きちゃうっていうことに、まあ、しかし渋谷区みたいな区だとガンガンお金を使えるから使っちゃいますよっていう、まあ、そういう区長さんですかね。はい、現在3000、あ、なんかふっと減った。さっきね、3300人以上の方、ご視聴いただきました。よって一般公開ライブ23時まで延長させていただきます。33日間連続です。どうもありがとうございます。記録更新中。ありがとうございます。まあ、渋谷区長もね、今、お二方が指摘していたようなことを、選挙中には言ってないんですよね。うん、ここですよ。ここ。本当にね、僕、石丸さんの演説見てね、本当そう思いましたね。はい、それではちょっと視点をですね、都知事選、あるいは地方行政から、岸田政権総裁選の行方に移してみたいと思います。11番。これ、三枝さんですが、
岸田文雄首相批判、自民党内から噴出、菅義偉氏、このままでは政権交代、ガスのグループと石破茂氏を支持するグループが接近中、石破茂氏を担ごうとする魂胆ではないでしょうか、まさかの小泉進次郎ではないと信じたいですが、まあ、加藤勝信さんという線もあるような気もしますが、12番、一方、麻生さんに総裁選出馬の伝達を河野太郎デジタル担当大臣がされたんじゃないかという報道が今朝ありました。でこれに対して、河野デジタル大臣が、誰はどこの河野さん、面白い小説だとはぐらかす。河野太郎会長は河野大臣の出馬には慎重で、他派閥の河野支持議員は麻生派を離脱すべきと、まあ、ここまで言っていらっしゃるということです。佐伯さん、はい、どうでしょう、これ、はい、今日はね、実は怒っていいともという番組に出てきたんです、はい、その時にこの話が上がりまして、はい、夕刊フジの矢野さんかな、矢野編集長が確かおっしゃってたのは、念頭に、菅さんの念頭にあるのは加藤さんじゃないかなっておっしゃったのかな、うん、なんか本命加藤、ね、本命加藤さん、対抗小泉進次郎さんみたいな感じの解説だったような気がします、はい、ちょっと間違っ矢野さんが、うん、いや間違ってたらごめんなさいです。で僕はちょっとね、まあ、政治部経験がないのでっていうのは言い訳になっちゃうんですけど、まあ、ちょっとある意味僕自由な面もあって、はい、政治経験がない分、こういろんなこう議員さんをこうつまみ食いできるわけですよ。自分の この方みたいな感じでね。それがまあ、ある意味、まあ楽しいといえば楽しいんですけれども、まあちょっと情報がこう、上の方でバッと集約されるわけではないので、若干ちょっと違うところが出てきてしまう可能性はあるということで、差し引いて考えていただきたいんですが、結構、まあ僕がこの方は保守的だな、右寄りだなと思ってた方が、石破さんって言い出したので、いや、菅さんのところと二階派のところで手組んで石破さんみたいな話になったら、ちょっと嫌だなと思って、この、X になったんですけど、今日の、矢野さんの解説を、これが正しいとするならば、まあ、加藤さんだったら僕は、許容範囲かなと、まあ、あの方敵も少ない方ですし、まあ、と、まあ、思ってはおります。副団長いかがでしょう。そうですね、まあ、菅さんは安倍さん、まあ、趣味は安倍さんっていうね、それは素晴らしい趣味だったんですけど、でもご本人の政治信条を、まあ、長年ずっと眺めていれば、どっちかっていうとこの人リベラルな、リベラルっていうか左派的な方なわけですよ。ですから左の方を担ぐことに全然その、躊躇がないというか、全然分かってないなっていうかですね、だからまあ、彼の考え方の中でいろいろ取りまとめていただいちゃうと、私はあまり日本にとっていい結果にならないなというふうにまあ思っているんですが、まあ、その中で今その、斉藤さんがおっしゃった通りね、加藤さんということであれば、そのまあ、いろんな、なんだっけ、河野さんだ、小泉さんだ、石破さんだみたいに比べればもちろん、よほどいいんですけれども、敵が少ないっていうこと方がですね、じゃあ実際に何かこう、決めなきゃいけないっていう決断をしなきゃいけない立場になったときに、本当にこう、立場が人を変えるっていうことで、ズバッと本当にリスクを取った決断をね、半分以上が反対することでも、これは日本に必要だっていう、本当に決断できる人に変わるかどうかがちょっと心配なわけで、敵がいないっていうことは、つまり、足して2手割るようなことをやってしまうようなリーダーであったら、それは全然日本にとって、今までと同じぐらい良くないことなので、そういう意味では、左の自民党、左の人たちがそういうふうにまとまっていただくことはいいけれども、まあ、やっぱり自民党の保守の人はちゃんと、厳然と保守の立場で敵を作らないじゃなくて、敵があっても自民党をぶっ壊すと言ってでもですね、やるべきことをやるっていう人を担い上げてほしいなとは思います。はい、ありがとうございます。まあ私ちょっとこの、まあ、河野さんが、まあ、総裁選によく見せたことを伝えたか伝えなかったかはまあ置いといて、多分伝えたんだと思うんですけど、
高市早苗さんは今大臣であって、とにかくセキュリティクリアランス法を作る。そして、後でちょっと紹介だけしてください。13番ですね。まあ、ドンマイおじさんがおっしゃってるように、この適正評価の運用基準をね、とにかく作りましょうということで、で、あと、まあ、全国で、高市さんと、門田隆昌さんの講演会を、私もお世話させていただいてますけれども、必ず高市さんが言うのは、岸田政権の実績を積み上げるために、私は岸田政権の閣僚として、全身全霊傾けて大臣職をしていきますと。これが大前提なんですね。立派ですよ、本当に。まあ、周り、我々民間が、総裁選に向けた準備をしてるっていう段階なんですけど。ですからね、河野大臣もですね、セキュリティクリアランス法、高橋さんが作ったのと同じように、サイバーセキュリティ法、つまり所管ですよ。中国が嫌がるサイバーセキュリティ法を、所管担当大臣として、岸田政権の実績を一つでも多く積み上げるために、とにかく総裁選云々を言う前に、これを全力でやっていただきたいなというふうに私は河野大臣には申し上げたいなと思ってるし、高市さんも、私自身が科学技術担当大臣だから、河野太郎さんと一緒にセキュリティクリア、サイバーセキュリティ法を作りたい。そういうことを言ったんでね。まあ、やっぱりこういうね、姿勢を貫いていただきたいなというふうに思います。じゃあちょっとまた今度中国の方に視点を変えてですね、蘇州で、日本人学校のスクールバスを待っていた人に、中国人が切りつけたということで、まあ、二度と行えないように、まあ、これは偶発的なものだとかいうようなことを言っておりましたが、実は4月にも邦人襲撃があった。で、この時容疑者拘束されたけれども、詳細は不明だったということがあった。で、15番、まあ、これ副団長のツイートなので、先に15番解説してもらってコメント、あとは最後、佐々さんにもいただきましょうか。副団長、お願いします。はい、15番、読んでいただいたら、まあ、共同が何を書いたかが分かります、はい。同事件に関する共同通信の記事では、時事の記事にはない、駐在員からは日系企業に解雇された人の逆恨みではと推測する声が聞かれたという不確かな推測がわざわざ書き加えられ、先へ各地方紙がそちらを配信していますと。共同の記事も見て、で、共同配信しているいろんなですね、地方紙ありますから、その辺全部確認してですね、まあ、なんの、これね、僕は、非常に悪意にとれば、こたつ記事じゃないかと。駐在員に本当にね、そんなこと言った人いるのかなと。そうじゃなくて、駐在員が言ったことにして、適当なでっち上げを書いたんじゃないかな、とすら思えるような、全然その角度の低い、確実性のない、日系企業に解雇された人の逆恨みが出たと推測する行為が聞かれた。なんかに何重にもこうね、こう、言い訳のこう、ガードを張ったような、だけでもそういう、文章をわざわざ付け加えていて、まあ、つまり共同通信っていうのは例の、ヘイト問題取材班みたいなね、ものを作って、日本人が何か言うと何でもヘイトだと。で、外国人が言っても絶対ヘイトじゃないと。こういう、プロパガンダを必死に毎日やっている、通信局なので、通信社なので、まあ、明確にこれは、中国の、日本人に対するヘイトテロですよね。これを、いや、日本人に対するヘイトじゃないんだ。個人的な、例えば逆恨みなのかもって一生懸命こうね、なんていうかな、中和しようとするっていうか、そういうことをしなきゃいけないという使命感があるんですかね。非常に気持ちの悪い、記事をですね、私はもう見ました。はい。
佐伯さん、関連して16番のご自身のツイート、解説と、はい、そしてコメントをお願いできますか。はい、これね、結局ね、あの、はい、昼のお昼の番組でもあの申し上げたんですけど、このね、今の吉田先生がおっしゃったの共同通信のね、この記事、これはね、かなり革新的にこういう記事を書いたと思わざるを得ない部分があるわけです。実は、蘇州で4月であったと。それから今月の6月10日にアメリカ人の大学教員が4人、吉林で刺されてるんですね。で、今度この事件があったということで、これがですね、まず男の名前もわからない。年もわからない、はい、それから背景もわからない、いつ裁判になるのかもわからないし、裁判になったのかもわからない、どういう判決が出たのかもわからない、全部わからないわけです。これは4月の事件に至っては、分かったっていう記事になってるわけです。こんなことがね、通常考えられない、日本なんかでは、普通の国では考えられない、そうすると、真実が明らかにならないから、共同はまず一つ言うと書き放題なんです。もう一つ恐ろしいのは、はい、僕は今日お昼の番組で言ったのは、これが中国政府がやらせてないっていう確証が 100% ありますかと、これで。要するに、裁判の結果すら、どこで裁判をやるのかすらわからないのに、中国政府がこれは、あ、お答えしないみたいなこと言って、ああ、そうですかで、ね、済ませていいんですかっていう話なんですよ、うん。非常に僕は恐怖を感じてます。この、あの、台湾に対する独立派はね、死刑にするみたいなことを習近平は言い出してるわけで、それと標速を合わせるようにこういう事件がボン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 と起きてるっていうのは、僕はものすごく怖いなと思いますね。まあ裁判にせよ、日本人が思っているような裁判は行われないわけで、そういう国ですよね。こちら側のそのなんていうか、道徳観念やあの善悪の判断基準を中国に持ち込んでも、そういうことが分からない、全く価値観が違う国ですから、まあ、これはね、もう早くあの中国から撤退してくることが、もう最大のあれですよ、そういう国なんだから、これやっぱりあのカントリーリスクですよね。まあ、だからといってね、あの今あの中国で仕事をしてらっしゃる、日本人の企業選手の方や、そのご家族のね、方々の命が危なくなっても、それは致し方ないなんてことは言いませんよ。これはやっぱりね、あのきっちりとやってもらわなきゃいけないと、邦人保護をしっかりやってくれと、言い続けなきゃいけないと思うんですけども、まあ、これはもう完全にカントリーリスク以外の何者でもないですよね。で、今回の件だってね、発生してから丸一日、現地は報道しないし、まあ、何かのきっかけで表に出ちゃったから記事になったっていうことなんで、さっき佐伯さんが指摘されたように、うん、もしかするとこれね、さっきのその日系企業に解雇された人の逆恨みではないかなんていう部分もね、ジャパンバッシングの一つのあれに使われる可能性もあるでしょうね。ヘイトクライムでしょうね。ひどい話。まあ、なるほど、あの、おっしゃる通りだと思います。お二方、この件について、追加コメントございませんか。はい、どうぞ。あの、私はあのいろんな方 の, あの、共産党独裁中国国内の、ネットの情報を、ね、あの知らせてくれる方のアカウントからいろんなことを拝見させていただいてるんですけど、まあ、あの向こうには、ね、今、抗日義和団というのができてるんですって。でそしてあの今回の事件を受けて、まあ、いろんなコメントが あってですね、よくやったと。日本人を殺すのならば、あの、大応援だ、みたいなね。うん、でもそういうチャット、あの、ツイートがもうバン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 、ツイートって向こうでなんていうかな、まあ、ウェイボーとかでしょうけど、そういう反応がもうバン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 出ていると。で、これ、何が問題かというと、まあ、よくね、あの、トンチンカンな人は、まあ、中国にもいい人もいて悪い人もいるから、あの、そういう人もいるかもしれないけど、少数だ。多くの人はそんなはずないんだ、っていうふうにね、あの、得意げに言うんですよ。違うんですよね。向こうの、あの、ウェイボーの記事っていうのは、共産党独裁政権が全部見てるんですよ。だから、あの、問題だと思った、その、まあ、日本でいうツイートですね、投稿っていうのは、全面的に削除されたり、アカウント自身が停止されたり、だから要するに、天安門とか64って書いただけで、あの、公安がやってくるわけですよ。それを辿って。
でも、この日本人殺すのなら大歓迎だみたいな、俺もやるみたいなツイートっていうか、その投稿は消されないんですよ。中国政府はこれを消さなくていいと思っている。ここが問題だっていうことを、日本政府はちゃんと理解をして、個々の企業に判断を任せるんじゃなくて、アメリカのように、アメリカ政府のように、日本政府として中国に対する渡航自粛勧告を国民に出すべきだと私は思います。はい。それでは本日は以上とさせていただきますが、スタッフさん、すいません、ちょっと告知を出してください。7月16日、東京の文教シビックセンターで、高市早苗門田隆昌ダブル講演会を予定いたしております。で、今回はですね、19時15分から21時という、まあ、時間帯でやります。それで、いつもは、現地で2000円会費をお支払いいただくんですが、入場していただく時間帯がちょっと45分として短くて、もうすでに1000人以上の方のお申し込みをいただいているので、ちょっと入場をスムーズにするために、2000円は事前にお振り込みをいただく形になってます。7月16日、ぜひですね、ご参加をいただければと思います。で、あとちょっと私事ですが、こちら、月刊、ウィルに、西田昌司さんとの対談が出てます。昨日発売になっています。それから安倍さんの追悼後、3回忌ですね。まあ、これは私は安倍さんがもしいたらどうだろうっていう部分で、中日の五高校、いわゆる中日大使、どうぞ本国にお帰りくださいと、そういう題名で書かせていただいてます。まあ、ぜひ書店でお買い求めいただけるとありがたく思います。はい、それでは、以上、発見ツイッター探偵団終わらせていただきたいと思います。副団長、そして三枝さん、団員の皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい。僕の対談も今月号のウィルに出てます。あ、ウィルにね。はい、あ、じゃあこっちね。はい、あ、そっち。はい、失礼しました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。